皆さんおはようございます。インダーの脈ボーイ、キングタです。阪神一つのプレイヤー、中継ぎメインで起用した山本和之さんのすごさんいます。山本和之さん、確か中西清貴さんと右左の、えー、中継ぎ、えー、ダブルストッパーとして活躍。確か江川事件の際に関東勝利を果たした経験もありましたね。はい。二度の、えー、最優秀救援投手賞、中継ぎのピッチャーとして本当に活躍しましたね。はい。特に決め球は村山実さん直伝教えたフォーク。 フォークボールが特に武器でもう誰も打てませんね。悲しいちゃんでございますね。はい。これは誰も打てないフォークボールですね。はい。特にフォークボールがすごいピッチャーです。確かに1985年、日本一優勝に貢献したピッチャーとも言っていいでしょう。その後引退後は阪神の投手コーチと広島の投手コーチを務め、有能かどうかは何とも言えないです。まあ、すごいと言っていいでしょう。 というわけで山本和之さんの凄さを語りました。いかんかなバイバーイ。